皆さんこんにちは、こんばんは、マリカです。今回も前回の続きからやっていこうと思います。その前にですね、ちょっと今日はいつもはね、動画撮影するときに純正の PS4 のマイクを使ってるんですけど、今回はヘッドセットマイクを使ってます。で、若干ね、調子悪くて若干の雑音が入るかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承いただきたいなと思っております。なんかこっちの方がね、結構音が通りやすくて音も聞こえやすいなぁと思ったんで、こっちをちょっと使わせていただいております。で、手紙が来ている。先月の作業場ランキングでは第5位、最下位なんだね。5位、5人しかいないんだ、その作業場の人が。そうなんだね。お、板ができてて、で、完了してて2個で、何だったっけな、銅パイプが3つ。 OK、で、ってことは、わ、どっちにしろ足りない感じ？嘘？あれ？作ってなかったか。じゃあ、型材をさ、足りないな。どっちにしろ足りない。どっちにしろ足りないな。足りなかったか。あれ、結構やったと思ってたんだけどな。足りなかったか。どうしよっか。よいしょ。これ集めれば結構もうちょっとすぐパッとできると思うんだけどな。よいしょ。鳥の巣をゲットした。なんだろう、鳥の巣。初めてだな。あ、これじゃダメか。あ、これもダメか。ダメだったな。大きい木しかないんだけど。よいしょ。うん、レベルアップ11。ブロンズの剣をクラフトしなきゃいけないし、やることいっぱいだな。よいしょ。木こりさんだな、木こりさん。これできるかな、この木。ん？あ、できないのか。ちょっと整理をしたい。これを見えるところに置きたいな。 OK。 で、鳥の巣は何なんだ。鳥が集めたものが保管されている鳥の住みか。あー、特になんか使うとかではないのかな。鳥の巣でなんかスープ的な。鳥の巣。あ、待って、これさ、石の裏にこれ宝箱があった。ちょっと待って。よいしょ。こういう感じのもあるのか、宝箱。マジかよ。お、ゴールド発見、ありがたい。100ゴールドだって。こういう風に隠されてんだね。よいしょ。
大体はね、このなんかこう結構作業して素材集める系が多いかもしれないですね。あとは程よくなんか結構敵を倒してみたいな。あ、お荷物がいっぱいになっちゃった。荷物整理をしなきゃいけない。まあ木材とか石はめっちゃあるからな。あとは前回言ってた硬い木かな、硬い木材かな。あれ結構使うね。何するにも使うね、あれ。余分に持ってた方がいいかもしれないですね、これは。よいしょ。お、持ち物スペースが足りません。よいしょ。じゃあ、クラスト。延べ棒マックスいくらだ？ 3 個か。石レンガとかね、なんかね、家の素材とかに使えればいいけど。で、こっちで板をマックス5個か。オッケー。で、結構時間かかるね。お肉を焼こう。オッケー。で、青虫をやって、で、魚釣り一回やってみるか。難しいんだよな、魚釣り一番。操作が難しいね。なんだっけな、ドラクエビルダーズでちょっと慣れちゃって、丸ボタンを 押したがるっていう。ビルダーズはね、丸ボタンなんでね、それで慣れちゃったんだよな。よいしょ。慣れって怖いですね、本当に。あれ？入れるスペースがないね。どうしよっか。ゴムの実とかは何かに使えそうだけどね。まだ使いどころがわからないな。もう一個作るか、収納箱。2個ぐらい作っとく。で、収納箱をこっちに移動させて、で 持ち方よ でっかいんだよな、ここ。ここ OK。 やっぱ荷物整理ってさ、結構なんかちゃんと分かる風に置いとかないとダメだね。よし、これで OK か。よいしょ。で、その他にね、なんかクマさんを探してるんだけど、パパ部屋さん、パパ部屋だったっけ、名前忘れちゃった いないんだよな、あれどこ行った？なんかね、バスローブ着た人、どこ？ここら辺にこの間いたんだよな。蜂蜜持ってんだけど、蜂蜜あげたらどうなるのかっていうのをやってみたいんだけど、いないな パプペ屋さんがいない。ちょっと待ってよ、釣りをやってみよう一
たい。魚。お、釣れた。ナマズ。やば。釣れた釣れた。ちょっとまだ操作が分かってないけど。こうか。オッケー。釣れてる。あ、結構簡単かもしれない。あ、切れた。お、餌がない。あ、でも釣れたよ。魚、星一つ。皇帝ナマズだって。やばー、すげえ。すごい顔だな。すごい顔だな、ナマズ。あ、取れたよ。よかった。釣れた、釣れた。あ、結構簡単かもしれない操作。四角を押して、で、程よい具合に、魚がさ、遠くなったら四角を離す。で、またちょっと近くなったら、なんだっけな、四角を長押しっていう感じかな。やった感じでは結構、あれだよ。結構簡単だったな。で、ナマズをね、2匹、もう1匹手に入れないといけない。ちょっとさ、餌を探そう。これハーブか。確かね、これじゃないな。これでも取れるかな。ちょっとやってみるか。これ。これでも取れた気がするけど。アオムシのドロップがわからないな、未だに。木の実から取れる。あ、これこれこれ。これから確か取れるんだよな、アオムシ。あ、間違えた。あ、イモムシか。イモムシ、イチゴから。そうそうそう。イチゴめっちゃ溜まってるな。イチゴがすごい溜まってる。でも、虫のドロップ率がすごい低いね。これ釣り大変だね。餌を探すのが特に大変。あんまり木の実って自生してない気がする、ここらへん。ちょっと家帰って一回寝よう。寝てる間に多分できるかな。よいしょ。結構ね、慣れてくると面白いね、これ。おやすみなさい。起きる。おはようございます。よいしょ。これで、若干できるかな。完了してる。OK。完了してる。で、3個で何個作れる？3個で、パイプは3個か。あー、1個なんだ。3個で、2個で1個か。すごい時間がかかるな、これ。一応下材は、どこだっけな。失礼。9個。OK。で。おお、OK、OK。おお、できた。半分、端が。すごい、端、半分できたよ。ってことで、またちょっと銅を集めに行かなきゃ。銅を集めつつ、今回は釣りかな。面白いね、釣り。
釣りが面白い。やっぱ慣れだね、操作慣れれば結構面白いよね、これは。最初はすごいあたふたするけど。ちっちゃい石しかないな。こちら辺で石ってあんまり見たことないかもしれないな。石のある場所とないところがあるから結構。あ、間違えた。これは、あ、繊維か。あ、パパベアさん、いたいたいた。ちょっと待って、いた、いたよ、ここに。いたいた。パパベアさん、こんにちは。あ、喋った。って喋ったよ。だけ？ って喋ったけど、あれ？さっき、前回話した時に喋んなかったんだよな、日本語。日本語というか、言葉を。そう、また嬉しそうではなかったけど 嬉しそうではなかったが マジか。蜂蜜、熊さんと言ったら蜂蜜でしょうが、本当 熊さんと言ったら蜂蜜でしょうが。なんか揚げて損した感じが出てきてるね 揚げて損した感じが出てきてる。よいしょ、オッケー。あれ、ここら辺すごい石がいっぱいあるな。前ね、トパーズだっけ？出たんだよね。スペシャルアイテム。ってことは、もっと大きい、こういう石だと、もうちょっと違うやつが出てくるのかな？多分あんまりね、スペシャルアイテムだからなんかレア的な感じなのかな？ん？これ切れないの？キックはできるけど。よいしょ。じゃんじゃん集めよう。銅鉱石。すごい吹っ飛んでたけど ドロップの仕方が面白いよな、これ。すごい吹っ飛ぶな。でも自動回収だからね、結構楽だよね。吹っ飛び方がすごい。結構集まったかな？まだまだか？お、32だって結構集まったね。耐久性は多分ないと思うんで、このツルハシとか、まあ例えば釣り竿だったり、斧だったりね、剣もそうですけど、ゲージ、耐久性っていうゲージがないんで、無限に使えるのかな。よいしょ。1個につき取れる硬い木材が、アイアンウッドだって。何に使うんだろう。初めてまた聞いたアイテムが。あ、これは結構ちょっと持ち物アイテムがやばいかな。
いっぱいな気がする。よいしょ。あ、だよね、だよね。ちょっとそこいると危ない。攻撃しちゃうよ。攻撃しちゃうよ。やめて。持ち物がいっぱいだ。よいしょ。ここら辺の敵さんはね、まだ素材、使える素材をドロップしてくれないんでね。売るか、売るしかなくなっちゃうんだよな。倒しても。まあ、使えそうなものはちょっと残してますけど。ちょっと家帰るまでカットしましょう。カット。よーし、家に戻って整理してきました。お、クラフト完了してる。でも1個しか作れてない。じゃあ、結構集めてきたんで、マックスいくら ?10 か。OK。で、銅のパイプが今1個なんで、ちょっとその間に、魚を釣りに行くか。ちょっと夕方になっちゃってきてるよ。あ、救急さん。ちょっと待って、救急さん。救急さん、何食べるかな。お、喜んでる。よかった。お、6アップだっていうコードがすごい。さすが、豚さん。そう、動物もね、有効度上げれるんだよね。街の中にいる動物に限りますが。なんか猫ちゃんとかワンちゃんとかもいた気がする。うん、ガストさんだ。イケメンではないんだよな。あ、プレゼントするものがない。お肉は?他にやり方はあったろうに やり方はあったろうにって言われた お気に召さなかったのかな、お肉は 面白いな、ほんと。お、金の指輪だって。なんだ、そのアイテム。なくした指輪のミッションか。あ、間違えた。よいしょ。それで釣れるんだね。来た、オッケー。ナマズに行こう。オッケー。じゃあ、魚を手に入れるクエストがクリアしたか。ってことは?ミッションを開いて、誰だ?あ、マーズさんか。マーズさんって、マーズさん。あ、やっぱなんか、雑貨屋さんの人かな?早いよ。一日が早い。これ動画内でちょっと無理かもしれないな、橋。橋を作るとこまで行きたいな。めっちゃ長くなっちゃうな、動画。垂れ流しなんでね、カットせず垂れ流しでやってるので。まあ、移動の、長い移動の場合はね、結構カットしてますけど、長くても皆さんに、あ、魚料理の期限が切れそうになっている。早く行かないと。結構ね、皆さんちょっと長い動画なんですけどね、ちょっと、それでも見ていただけたらありがたい。よいしょ。編集はあんまりしてないんでね。印がついていない。なんで?
どこ？ こっちか。あ、やっぱ雑貨屋さんのところだ。服屋さんの。夫婦でやってるって言ってたところ。いたいた。間に合ったか。ヤッホー、めっちゃ喜んでる。オッケーオッケー。間に合った。ミッション完了。オッケー。じゃあ、ちょっと戻って、パイプをやろっか。うん、ちょっと待って。ピンキー。魚あった気がする。でも、皇帝ナマズなんだよな。肉は？あ、マイナス2。マジかー。お肉やっぱダメか。豚さんだけか、お肉。有効度マイナス2になっちゃった。やばいなー。燃料切れ。集めて。もう燃料切れ。もう今回もできないじゃん。マジか。間違えた。もうほら、一個ずつになっちゃった。今回もできないパターンじゃん、これ。マジか。じゃあ、釣りやります？餌がね、取れないんだよな。なんか雑貨屋さんで売ってた気がする。350、お金が。今回も橋ができなかった。何なんだ。橋が作れなかったよ。もう。売ってなかったっけ？売ってないね。売ってなかった、ここで。なんかどっかで虫見たんだよな。牧場だったっけ？お、ヘアサロン。閉鎖。開放イベントがあるのかな、ヘアサロンは。確かなんかそんな風な言ってた気がするな。ここは何のあれかな？一回ね、スパーリンクだけやってみたいんだよな。あ、新聞記者の人か。のお家か。そういうことね。ポリティアタイムズをチェックしてみてね、だって。そっか、新聞屋さんか。へえ。初めて入った。どうしよう。じゃあ今回はここまでにしよっか。結局また橋が作れなかったんだけど。橋作れず。釣り竿持ってるけど。また次回だな、これ。ちょっとね、配信でもやっていこうかな。じゃあ、今の時間で寝てもいいんだけど、やっぱ動画的に長くなっちゃうんで、今回はここまでにしたいと思います。なんか次回ね、橋できるよとか言ってたのにできなかったんでね、ちょっと申し訳ない、そこは。では、次回またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、またお会いしましょう。バイバーイ。